皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回はおまけの1回目でサマースクールでというタイトルで短い会話文、これを読んで問題を解いてみたいと思います。サマースクールでのメアリーとヨーコの会話文を読み質問に答えましょう、こういう問題です。では意味を、説明しながら会話文を読んでいきます。メアリーが Hello, I'm Mary、こんにちは、メアリーです。そう言うとヨーコが Hello, I'm Yoko、 こんにちは、私はヨーコです。 Nice to meet you, Mary、 はじめまして、メアリー。I'm from 京都、私は京都出身です。そう言うと今度はメアリーが Nice to meet you too, Yoko、 こちらこそはじめまして、ヨーコ。 I'm from New York、 私はニューヨーク出身です。こんな風に話しています。では意味が分かったところで英文の部分、ここだけを読んでいきます。メアリーが Hello, I'm Maryヨーコが Hello, I'm Yoko, Nice to meet you, Mary, I'm from Kyoto。 そうするとメアリーが Nice to meet you too, Yoko, I'm from New York、こんな会話ですね。では問題を見てみましょう。質問は ① ② ここに書いてあることですね。この内容が上の内容と合っていれば丸をつけましょうと、こうなっています。丸1はメアリーとヨーコは以前から知り合いである、これ合っているでしょうか、それとも間違っているでしょうか。これはここの部分を見ると分かります。ヨーコが Nice to meet you, Mary って言ってますよね。 Nice to meet you、 これは初めまして、ね、初めて会う人に対する、ね、挨拶ですから、以前から知り合いだったらこんな挨拶しないです。ですからこれは間違っていますね。ですから丸はつきません。丸にはヨーコは京都出身である、これはどうでしょう。これはヨーコの会話の中に I'm from 京都、 I'm from 京都、こうありますから、京都出身だということがわかりますね。さてちなみにメアリーはどこ出身ですか。そうですね、She's from New York、 彼女はニューヨーク出身なんですね。今回は簡単な会話文の問題解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。